こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、クレヨンしんちゃんのザ・ムービーの超能力大決戦を紹介、ビクロ卵を紹介したいと思います。はい、今度は来週の8月4日に、上映する予定のクレヨンしんちゃんの新しい映画ですね、超能力大決戦です。今回はビクロ卵です。はい、じゃじゃーん、おー、かわいい。今回の映画の特徴は、そのしんちゃんは 3D まあアニメで表現されたんですね。あ、 3DCG です。いいですね、顔とかそこは本当に変わってしまう。CG、 おー、あれ見てみたいですね、こう新しい作品を。はい、クレヨンしんちゃんのザ・ムービーの超能力大決戦です。で、今回の香りはミックスフルーツ香りですね。多分バスボの色は黄色だと思います。あ、この中でマスコットが出てくる。はい、ラインナップは4種類です。おー、しんちゃん、白、おー、はねちゃんと、あ、ロボットですね。はい、じゃあラインナップ見ましょう。おー、中から出てくるマスコットは全部4種類です。しんちゃんで白と、あ、ひまわりと、あとカンタムロボですね。おー、アリチンカンタムロボ欲しいです。はい、おー、ということでいいですね、マスコット4種類、あれバンダイですね、ビクラ卵です。では、じゃあ、はい、早速開けましょう。じゃあ下から切ります。じゃーん、はい、果たして黄色バスボールかな。はい、1、2、3、あはは、やっぱり黄色いです、ミックスプルーツ。おー、はい、開けます。おー、はい、おー、綺麗な、はい、卵じゃなくてボールですね。丸。おー、落としないので、あ、多分中にカプセルは入ってないです、そのままです。では、じゃあ今から、はい、水を準備します。はい、では今から水に入れますね。はい、1、2、3、おー、沈んだ。お、なんか泡が出そうですね。あ、出ます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 。あ、このままで溢れました。あ、溢れました。おー、元気があるバスボールですね、いいですね。では少々お待ちください。はい、皆さん、おー、マスコットが浮いてます。はい、こっちですね。さあ、はい、今からちょっとマスコットを回収します。はい、じゃじゃーん、マスコットの手の中にあります。おー、今回あれって何をゲットしたか見ましょう。1、2、3、あ、ひまわりちゃんだ。かわいい。おー、ひまわりちゃんだ、いいですね。おー、なんか寿司持ってるんですね。はい、おー、ラインナップの3番の、あー、ひまわりちゃんです。おー、アリティ4番の簡単ロボが欲しいですけど。今回ひまわりちゃん。おー、今回は寿司を持ってるんだよね。おー、おそらく巻き寿司です。いいですね。おー、マスコットとしては、お、結構クオリティが高いですね。おー、造形も塗装も綺麗です。こんな感じです。かわいいわ、かわいい。いいですね、ひまわりちゃんゲットしました。はい、かわいいひまわりちゃんです。では、はい、今からターンテーブルで展示します。クレヨンしんちゃんのザ・ムービーの超能力者大決戦の、あ、マスコットです。ビクラ卵ですね。あ、今回はひまわりちゃんをゲットしました。かわいいですね、いいですね。
では今からプチジラマで展示します。公園のプチジラマです。おお、今公園でしんちゃんとひまわりちゃんとしろちゃんが遊んでます。おお、かわいいですね。いいですね。以上です。アルチンちゃんでした。今回はクレヨンしんちゃんのザ・ムービーの超能力大決戦のビクラ卵を紹介しました。はい、来週8月4日に公開予定のクレヨンしんちゃんの最新映画ですね。はい、ザ・ムービー。おー、いいですね。アルチンちょっと見に行きたいな。はい、今回のマスコットラインナップは4種類です。はい、しんちゃん、しろちゃんとひまわりと、あとカンタムロボですね。アリチンカンタムロボ欲しかったですけど、今回ゲットしたのは3番のひまわりです。じゃじゃーん、これもかわいいひまわりちゃん。おー、造形も塗装も綺麗ですね。おー、綺麗なマスコットです。おー、巻き寿司を持ってますかわいい。おお、いいですね。よかった。おお、まあ4番が欲しかったけど、まあ3番でもひまわりちゃんでもかわいいですいいですね。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。